ブラスオブウォーター。どうもゲストの皆様こんばんは、だけんです。さあ本日はですね、こちらコップ一杯の水を求めるホラーゲーム、はい、どういうことこれ。うん、なんかコップ一杯の水を手に入れるホラーゲームっていう風に書いてあって、なんかもうわけわかんないわ。それでは参りましょうか。あともう一本ね、コインランドリーが舞台のホラーゲームも用意します。それではゲーム、どうなっていくんでしょう。あ、寝起きなのね。うん、はい、寝起きで、なんでないと思ってんね、備えてんのかな。うん、これスマホの明かりじゃないもんね、このなんか丸っぽい感じでは。本棚があるよ。本棚調べられない。うん、でも普通にキッチンとか行ってコップを回収するのかな。はい、これ扉めり込んでない？上っかないぞ。下っかのこの枠に対して上っかの枠がない。うん、行きましょうか。はい、あー、そういうタイプね。急にどんぐりタイプのジャンプスケアのホラーゲームかもしれないから、みんな気をつけよ。スピーカーがある。ここは？いけない。プルンプルンしてる。すごいね、この弾力。こっち側がキッチンでね。うん、やっぱり。はい。これなんか見たことあんな、この模型。うん。冷蔵庫があって、こん中じゃないの？水のさ、ペットボトルとか入ってないの？はい。マトリョーシカ型の壺があるよ、これ。それめっちゃちっちゃいね、向こう側の。はい。あ、パンが剥き出して置いてる。結構でかいね、このパン。うん。あ、これか。コップ。持って。うん。カサカサ聞こえてんだよね。これ何？この音。ぶっ飛ばすよ。これで。はい。あ、組んでる手ね、これ。うん。あ、動けるようになった。今動けなかったんで、ムービーみたいな感じなんだね。で、次はどうすんの？ん？あー、飲んだ、飲んだ。はい。コップは？あ、コップ持ってるね。はい。で、もう一杯飲むかな？ん？あれ、なんかまたコップを回収しろみたいな表示されてるよ。持ってるよね、主人公。ほら。このコップ使おう？え、この影のコップどこなの今？ちょっとわかんねえわ。うん。コップをまた見つけるのか？はい。グラス必要っていう風に書いてあるもんね。カップか。ん？もう押せないな。無理だね。できねえわ。ん？この棚開けるとか？無理だね。これでもない。どうすんだ？うん。一回部屋に戻ってみようか。なんか変わるかもしんないからね。あ、てか、ここは？いけない。どこかにあそこの鍵があんのかな？やっぱり変わった。え？あらま。うん。何が起きたの今。自分の部屋に戻れなくなったプラス停電が起きたのね。はい。ブルンブルン。すんごい弾力だな、これ。反動で出てるもん、これ。ほら、枠が。ベースメント。ここね。行ける。はい。行く必要のない場所は弾力感増すんだね。うん。ここは？あ、行ける。うわ、これや。なんかいる！何あの手。長めのシシトウみたいな。クソまずそう。うん。ちょっと向こう側行く前に。ああ、ダメだ。弾力ある、ここ。ってことはまだ行く必要がないから。うん。時計止まってるね。うん。結構朝なんだね。そろそろ明るくなるかなっていうぐらいのお時間ですが。うん。ハギーワギーがいるわけじゃないよね。うわ、引っかいた後俺。これ怪物系かな？なんかお化けだよ、なさそうよね、これ。うん。で、はい。あれ？どうすんの、これ。ゴーバックトゥーパット。あ、もういいんだね。はい。何回も捨てるから、パズルゲームかなと思ったんだけど。この入り組み方何？こういう風に負けみたいな感じかな。ひょっとしたら後ほども来んのかもね。では、参りましょう。ここへ行けない？ブルンブルン。とんでもない弾力だな。じゃあ戻りましょう。誰だお前。え、ちょっと待って、終わりこれ。終わった。早いよ。え、ごめん、もう一回言わせて。これ本当に終わり？じゃあもう一回行こう。おはよう。巻きで行きます。さあ、ブルンブルンの扉とかをね、もう無視して。うん、黙れ。で、コップ取る。水を入れる。はい。で、水を、あ、これ今動けないね。で、水を飲む。OK。で、自分の部屋の前に行くと電気が消えるから、よし、OK。で、懐中電灯をつけて、ベースメント。いらっしゃいませ。で、この地下に行く。
手がある、うん、色よ、速度的に間に合ったら今、うん、手だけがここに入ってる。で戻るとうるせえちょマックス音量でね今プレイしてるからちょ耳が弾け飛ぶかと思ったね。さあお次のホラーゲームランドリーナイトやってみましょうか。これなんか雰囲気良さそうよ。はい、ではゲームプレイ。うん、コインランドリー来たところからスタートなんだね。はい、あ車通ってる。うん、さあ参りましょうか。はい、このコインランドリーがよく主人公が通ってる場所なのね。でこれ止められる？あ無理か、音は出しっぱね。はい、あらま。で洗濯物？あこれか、これ持って入れるのかな。いや入らない。決まった場所があるとか？あれ違うね。ん？なんで？あ進んでるのか。うん、時間早いね。10秒に1秒進んでる感じかな。うん、そんなもんだね。なんでしょう。あ外出れる。はい、まだ帰れないもんね。えこれどうす、あーなんかある。これは？はい、ドラ、あ壊れてんのかなこれ。まずはどうするんだこれ。あ待てよ、洗濯かけてからだ。なるほど洗濯はお家でやってきたわけではないんだね。全部フルでやるのか結構時間かかんない。うん、で開けるな。でコインを買うとか。コインじゃない、チケット。あやっぱそうだ、うん、すっげえなこのコインの量やばいそこには鉛がある。これでここに入れられる。でここに入れられない。うん、なんで開くの。えどこに入れんだこれ。ん、あこっち。えこれじゃないよね、これや。なんでなんで。お、あ食った食った食った。うん、あ出てくる。すごい無限にお金出てくる。やった。うん、スナック菓子食ったらなんか変わったりするのかな。じゃあこのポテトチップス乾燥させようか。あ無理だわ。はい、わわ申し訳ございません。どんどんか入れていきましょう。うん、これは、あ一応空のバスケット持ってんだね。あでもこれ空のバスケット持ったらつまない、置けないんだよねこれ。なんで、積んだな。あ違うわ、別のキーボードでこれ落とせる。うん、であなるほど、これも入れる。あ入れたね。うん、え片方でいいの。うん、で、はい、ちょっと待てよ。うん、あーもう一個ね、オッケー、復活するんだ。はいオッケー。でポチって押せないね。うん、これも、あこれもだ、いっぱいあるね。はい、で、あ開けっぱなしで、ちょんだよ。はい、どうだ。うん、3つ終えた。これは違うもんね、からだから。はい、あワンちゃんがいなくなってんのね。うん、この辺に、ああ、そうそうそう、ドリルすんな。置いとこう。あれちょっと弾けた。一足先に花火見れましたね。次どうすんだ？あれ？あ、なんかクリック押せなくなったよ。え？あ、もう持ってねえ。え？なんで？いや、もう帰ろう？はい。もう完全に詰めましたね。ちょ、気を取り直して。はい。ちょ、申し訳ないね。よいしょ、全部開けて、うん、全部入れましょう。はい、1個取っていつ増える、これ。あ入れたら増えるのかな、やっぱり。 OK、 はい、これでよし、 OK、 よしよしよし、荒川よしよし。で閉めて、うん、これでお金を出してこの中入れるとか。せや、なるほど、お金生成器だからねこれ。やったー、毎日ここに通いたいね。うん、もうこのコインランドリーさえあれば働くのがバカバカしくなるよね。そう感じるわ。はい、終わり。うん、10時58分結構遅めに来たんだね。最初主人公なんかコインランドリーというか洗濯の時間が好きって言ってましたが、あ裏側あるよ。ん、ちょっと待って、なんかテキテキが来そうな雰囲気だなこれ。確か同じ空間になりましたねここ。引かれてみる。
すごいカーブだって今。ドリフトとかそういうレベルじゃないよ。クイーン、ここは入れない。鍵がかかってるね。自動販売機でこれなんか軽くやってみる。お、終わった？終わったっぽいね。はい、オッケー。次乾燥だ。じゃあまず乾燥機じゃなくて乾燥したスナックを食べて、うん、これどうすんの？これをこうやって、おお、いいね。でこれ使えないな。うん、あ、すごいキラッキラ、めっちゃキラキラが映ってるこれ。あ、終わったね。これ開かないもんね。はい、入れます。全部終わりましたね。よいしょ、開けて、よいしょ。はい、これ場所問わないのかな。あ、問わないね。うん、でこれもよし、 OK。 開けたら閉めてしっかり開ける。じゃあ次下側にしようか、この辺で。よし、 OK。 うん、カゴどこにあった？ん、カゴがないね。はい、どっか行っちゃいましたが、じゃあ自販行ってみる。よいしょ、買えるかな。お、いける、いいね。おお、ビール、ドクターペッパーかな。うん、どうだろう。うわー、うまそう。はい、あ、押してなかった。ちょっと待ってね、これでよし、 OK。 うん、じゃあそれ回していきましょう。このランドリーのさ、わかるかな、このコインランドリーの前通るとすごいね、あのいい匂いすんのよ。うん、あの香り好きなんだよね俺。あの、共感した方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、お願いね。うん。しばらく待ってもいいのかな？お？光んなかった今。あの車かな？ピカッとなったよね。またグイーンって回ったから反射したのかもしんない。ちょっと光れてもいいんだけど、死んじゃったらまためんどいから、後でやろう。うん。で、帰る？違うよね。うん。しばらく待ってればいいのかな？はい。うん。で、これ、両替機だからね。普通に主人公のお札を両替してんだよな。わーわーボケまくりましたが。うん。食ってこう。てか、行方不明者多くない？あ、乗ったね。うん。ワンちゃんもでしょ？うん。で、ブー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 やかましって！あ、3個目もあったね。で、はい。あ、カゴか。うん。これ用意して、よし！ホクホクや。うん。これどうすんの？車に持ってくの？うん。ホクホクだな。こんなホクホクになることあんの？で、2個目いきます。はい、取って、うん、でまた詰める。はい、最後。ん、閉まってる。どうすんのこれ。音もなんかこれ狂ってんのかな。いや狂ってねえ。ああ、喋ったよ。うん、おかしいよね。どうすんのこれ。最後に取ればいいのかな。はい、で北国の洗濯物どうすんのこれ。捨てる何しに来たんだお前。ん、どうすんの。何もできない。また入れるわけでもないの。うん、全部開ける。どうすんだこれ。一回洗濯物置いて、ん、調べられる。これどうか。無理だね。ん、時計なんか止まってるんだよね、もう。なぜ。はい、開かない。どうすんの？あれ？こんなのあったっけ？動いてる。なんで動いてんの？え？後ろで開く音してる。16日奇妙な女性に会ったみたいな感じで書いてあるね。ん？なんで開いてんの？え？これ入れるわけじゃないよね。おい。あ、もう開かない。で、ちょっと待って、鳥肌立ったかなと思ったけど、そんな立ってない。これまた閉めればいいの？うん。で？で、で、また開いたな！なんだよ、お前。え？なんか来たよ。自分を乾燥してたの。あ！電気消えたよ。え？うわねえねえねえ、ヘルプ見だって声かわいいな。うん、え、助けてあげるよ。え、出れない。どうすんの。え、また買っちゃった。はい、これで出れる。入れるぞ。
うん。で、どうすんの？うん。ドライブホーム。はい。お家に帰りましょう。うん。電話をする。なんで？帰ろうよ、もう。危ねえぞ。うん。とりあえずスナック食うか。はい。うん。余裕だな。主人公なかなか余裕だね。もう開かない。プリーズヘルプみたいな言ってたよね。はい。どうすんのこれ。はい。どこに行くんだ。ひょっとしてこれ。行けるようになっている。車ももう通んないね。入るぞ。おおおお、動いてる動いてる。キャッチしなきゃ。取れないわ。え、あ、動いてる、ほら。うわ、すごいすごい。面白い。あ、かわいい。この上ないぐらいの家しがある。え、ようわからん。なんかゴミは散らかってるから、あれかな。管理をしっかりしてみたいな。うわ、すっげえ散らかってる。それ大変だわ。うん。どうすんの？あ、これか。え、なんだそれ。かわいいな、これ。うん。Find me。私を見つけて。え、いたじゃん。いたし、見つけたよ。うん。これで、車に戻るの？車の鍵あの子が奪ってたみたいな感じじゃないかな。はい。あ、違う。え？車の鍵ではないの？これ。うん。違うね。ん？ん？あ、これ？うわ！何してんの？あ、このコインランドリーであの女性は亡くなったんだ。なるほど。ファインミーしたわ。お化けとの隠れんぼが終わったんだね。はい。ということで本日2本のね、ホラーゲーム実況しましたが、いかがだったでしょうか。ぜひね、グッドボタン、チャンネル登録、お願いね。まあ、コインランドリーのあの、時間、待ち時間って結構いいのかな？いいもんなのかな？なんかあの、コインランドリーのいい匂いする空間で読書とかね、したら、なんかはかどるのかもね。はい。少しね、短いかもしれませんが、この辺でおろこでしょ。最後の最後でボコボコ出ちゃいましたね。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。あれ？